真ん中スポット2個あるじゃないですか。でこいつ真ん中に乗って両端に新幹線が降りれば別にその奥の紙には影は出ると思うんですけど、ちょっと話すんだ言うからな、もうちょっと角度をロゴに寄せていこうや。ロゴ、はあ、ロゴもっとこう、そう、これだろ、前向きで操作してみて、もう少しこれ、ちょっと刺して、もっとこう、もう少し前向き、消しちゃうんです、消しちゃうんです、下腕、下腕、顔がこっち向かんない、見事だ、あ、反対じゃん、あ、ちくわびんといけないんですか、まあ、多分反対、どっちもち、あ、映った、こっちから見たら正しく見えるんですか、顔の向きですよね、こっちが観客、あ、そう、観客とかじゃん、ライブの方が、まあ、パッと振り返ってないっていうのもそういうことですね、うん、これで練習用のとこなんで、同じ厚さで同じものでで横止めしたら破って出ないので一応破るためにグサッとして、なんか羽もなんかなんていうか、こう上に開いたんじゃなくてこうやら、こういう翼でかわいい、こうなったら翼では、はい、曲げろ、いや、接近で伸びつくない、羽とか顔は、うん、一応曲がるは曲がる、取って溶接して骨組み作らんと振り向かすの、羽は単純にこう途中からこう下らせる、でも元々言うからはゴミをある、ゴミがあるからのライト当てたらパトライになった、もしくはこの絵がある破ったらただのゴミの山だったっていうことだと思うよ、元がな、それゴミで虎作ってしまったなっていうのが、もっと角度つけてみる、もっと角度つけてみる、ちょいとでもこっちだよね、めっちゃ落ちてるみたい、まあ、顔が表現できる、翼もっとこう、こう下ろせば、ここに回っていただいたら見えるんですよ、外部、うん、まあ、実際角度自体はもうこのライトの位置で、まあ、これも、あ、そうだな、ね、うん、ライトで、まあ、にしても羽を下ろしてますね、羽を下ろした方がいい、人間の羽ばたくいや、羽ばたくんな、羽ばたけええと思うんだ、変な話、まあ、途中でよくもうバージョンアップだからもう上げちまおう、いやいや、それはロゴはつつく必要性がねえじゃん、もうこれ、こいつがこのもう固定した投稿機もう機投稿機投稿で人間みたいにこう動かすような方法は出さない、なんか近づけすぎたらこれ、これじゃない、取り入れる顔が見えないと、あんな、目つけりゃいいじゃん、目を、だけどそこだけ穴開けるの、これは可能だと、あ、もう立てるだけだ、そんなに
今は着ないんだけど、取って、こっち、奥が、まあ、さっきの色になったもんね。そうですね。これで、見て入れられるのかな。これ多分入るんですか。もっと顔が出るか、それで。顔は、息子をちょっと潰して、顔を内側に、こっち側に出したら。うんうんうん。そしたら目が入れるんで、少し上に上げれば。羽自体ももう少し長く伸ばして、そこから。ゴジラになります。あ、でももう、これつけてよかったね。そう思ったんですけど、角度がちょっとずれて、結局これにつけるのちょっとやめた。もっと薄手の紙があるんだね。こっち向きの方が多分向こうで逆に映る。こう振り返りが明瞭なら、こっちより顔より。まあ、そして映像どうなった？叩き台が彼女が作ったので、うん、それに今、みんなで公表している最中です。公表より今日あいつ動けんかったら先進まんでね。はい。まあみたいな、一人で作るんやけど全員で作れって言っとるやん。はい。取り上げるぐらいはせいやじゃないの、一人で作ることになるんだよ、はい、あいつは。明日の19日ちょっとまあついてやろうと思って。うん。
尾がでかすぎるよな。このそれがベストだよ、このそのぐらいが、こっちから見て。そっちどうですか？トラに見えるんだ、じゃあ。トラに見える。はい。トラに見える。そっちが見る。どう？あ、どんどんゴジラだけど。撮影見ると、はい、上から行くと、はい、なんですよ。上から行くとあれだ、このボコボコ感が出るからゴジラになるから。これいつもどこに隠したの？そうだよ、ね。でももうちょっと作業は今日までしかできなかったんで、もう今日の時点で完全撤収してしまったんですけど。どこに持っていくのこれ。勝手に持って行ったりとバニャブで怒られる。あ、プロダンです。自分らの勝手な考えで動けよって絶対怒られる。当日持っていくだけ持って行ってこうダメって言われたらまあ諦めよう。それきちいな。まあしょうがない、うん、一応僕らの中で行ける角度っていうのはメモ取ったんで、まあなんとか。ノートにイメージを出せって言ってよかったな。うん。もう前14日かな、行った時にこういう仕上がりになってこういうイメージで投影されますみたいな。そんなもん。だいぶ変わったんですね。そう、そう、最初顔後ろ向いててっていうのは。やろうかなんですけど。ちょっと